げちゃう。中日時代の当時のメンバーとか監督とか私全く分かんないんですけど、うん、落合監督が撮ってくれたんですよ、ここ落合監督、はい、私名前は聞いたことあるんですけど、ちょっと顔がちょっと、はい、落合監督が本当に撮ってくれました。はい、僕は人的保障なんですけどね。当時のメンバーってどういうメンバーだったんですか？あ、中日のメンバーですか、はい、中日のメンバーは、そうですね、メンバーっていうよりその前に僕本にも書いてるんですけど、人と人とのつながりっていうのがちょっとそれがあって、当時のメンバーを言うんであれば、いろんな人が、谷繁さんであったり立浪さんであったりっていう、そのいろんな人がいたんですけど、みんな僕が入ることを言ってくれてたというか、それっていうのが例えば高橋由伸さんが岩田さんに言ってくれてたり、岩田さんが入りましたよ、そうですそうです、だから知ってるんですけどよろしくなみたいな感じで、例えば清原さんが立浪さんに言ってくれてたり、でいろんな人がこう言ってくださってて、ものすごい僕が入りやすい環境になってたんですよね。だからもう僕は何も気使うことなく本当に自由に、すごく気持ちよくやらせていただいたっていうのが一番最初の印象だし、ここはお前のロッカーだぞって言ってくれたのが川上健一さんで、ちゃんと開けといてくれたという、なんかすごい嬉しい話ですよね。そういうの人柄ですね。いや、人柄ですねっていうのは自分で言うそのことではなくさきちゃんみたいに人柄ですねって言ってもらう、そうですねって言ったらバカでしょだからそういうのだからやっぱり嬉しいことですよね、はい、人と人とのつながりっていうのはすごい、やっぱそこも本に書いてあると人間関係論につながってくるんですかね。そうですね、それはもう全てだと思いますね。いいですね、はい、監督は落合さんなんですか？そうですよ、はい、言った後にもやるんですけど、ね、マジ言った後にも自信持って言ってください、ね、分かりました、はい、と当時のレギュラーキャッチャーってどうなってたんですか？谷繁さんですよ。谷繁さん、はい、谷繁さん、なるほど、はい、もう絶対的なキャッチャーで、もう12球団でもナンバーワンのキャッチャーでしたね。人柄とかどんな方？いや、もう最高ですよ。まあみんなから見るとなんか怖いとかって言われるし、怖いんですか？まあ、全然怖くないんですよね、実際はね。なんで笑ったんですかね、今。谷繁さんの顔がちょっと多分わからないけど、自分なりに怖い顔が浮かんだんでしょ、今。でも本当にすごくいい方で、もうキャッチャーのイロハは結構教えてもらったですね、はい、常にね、谷繁さんとはすごく一緒で、移動する時も一緒で、新幹線乗る時も一緒で、で、まあ、球場に入るんですけど昼ご飯がないんで、僕は弁当を買って弁当を一緒に食べてたっていうオリジン弁当ですね。仲良かったんですね、はい、オリジン弁当食べながら、はい、そうですね。私もオリジン弁当好きです。本当ですか？はい、美味しいですよ。美味しいですか？海苔弁が好き。あ、海苔弁が好きですか、はい、でも結構作られるって言ったのに弁当買うんですね。食べてますね。そうですね。そういうことですね。はい、じゃあ次ちょっと聞いていいですか？作ってるのは作ってるんですよ。あ、何ですか？料理ですか？うん、はい、あ、料理作ってます。でもオリジン弁当。オリジン弁当は食べますね。なんか OK です。行きましょう。と次なんですけど、はい、ピッチャー陣で一番こう輝いてた人というか、うん、誰かこう小田さん目線で、あ、いいなって思った人とか。いや、みんなすごいね。その時は中日って投手王国だったんで、川上憲伸さんもいたし、抑えにはやっぱりね、岩瀬さんっていう方もいたので、まあもう本当ピッチャー王国でした。中継ぎとかは先発もめっちゃ整ってましたし、すごいですよね。だからもうそういうピッチャー陣がいて、すごくいいあれをしましたね。いいですね。ともう一個聞きたいのがあるんですけど、はいはい、山本昌さんがこう、うん、ピッチャーやられてる時に、宮本さん、マサさんは左だけどね。左だけど。左だったみたいなんですけど、と絶対キャッチャーは小田さんだったっていうふうにこうお聞きしたんですが、はい、それは何でですか？いや、一番最初に組んだ時にすごくいい感じで、中日に入ってきた時に守らせていただいて、それがなんか印象が良くて、まあ、マサさんも指名していただいたりっていうので、なんかこう山本マサさんが投げる時は僕がキャッチャーしたらすごくいい感じになるなっていうのが周りの、スタッフの判断ですね。うん、まあ一番はそれだと思います。だから今でもマサが投げる時は小田がキャッチャーだったねみたいなことはすごく野球終わってからも言われますけどね。いい思い出だったってことですね。そうですね、いい思い出でしたね。いい今思い返すといい思い出ですね。なるほど、まあでもね、なんか寂しくなるじゃないですか。いい思い出ですね。いやでも思い出は思い出なので、はい、過去の話なので。え、今でもこうやられるんですか、こう二人で。何ですか？キャッチボールとか。いや、やんないっすよ。応援会とか、あ、野球教室一緒にこうやったりとか。まあでもキャッチボールすることはないですよね、二人で。ないですよね。野球教えますけど、二
人でキャッチボールは近所の子供たちと多分やんないっすよね。そこはやんないかな。そうか。いやでもほら野球、はい、そのプロ野球時代の時にやっぱこう投げ合ってたので、はい、今でもやってんのかなと思うけど、うん、いや全然やらないです。昔思い出すとかもなく全然やらないです。わかりました。そうですね、でもまあ本当にちょっと寂しい気持ちになりますね。あ、なりますね。でも顔見たらホッとするんで、解説だとか野球教室とかとかお会いするときはやっぱりすごく懐かしいっていうか、やっぱり気持ちが落ち着きます、あの人の顔見たら。お母さんとかお父さんのような感覚ですか？そうですね、お父さんとお母さんよりやっぱり落ち着くかもしれないですね。それは事件ですね。いや、事件ではないですね。今お母さんとお父さん泣いてます。いや、泣いてても大丈夫ですから。結構泣かしましたんで大丈夫です。結構やんちゃだったんです。いや、やんちゃではないです、大丈夫です。あ、そうです。好青年でございます。本当に好青年でした。先ほど質問した山本雅さんと小田さんの関係の話をさっき聞いたと思うんですけど、はい、それってまたこう復活することとかないんですか？2人が。いや、この番組でハゲちゃんで出てもらいましょう。あ、いいですね。なんていうんですか、これ確実にこの日に出るとかよく、それは言えないですけど、僕が頼みます。じゃあその姿ちょっと映像に撮りたいなと思います。いや、もうだから映像ハゲちゃんで撮っていただくんで、まあそれと別でサゲちゃんが撮ってくれたら。あ、そうですね、携帯でこの撮っておきたいな。それは全然野球まだ全然わかんないんで、それぐらいしかもうやりましょうよ、全然。はい、それはじゃあご連絡の方に。はい、わかりました。連絡しておきます。はい、忙しい人なんでね、あっち行ったりこっち行ったりしてるから。あ、そうなんですか。じゃあそのタイミング見計らって、はい、スススッと行きます。はい、スススッと、はい、山本雅さんお願いします。今日はね、中日ドラゴンズの入った時からことでしたけど、はい、やっぱり人との人とのつながりっていうのはね、大事なことだっていうのをまた再確認できて、まあ今日も楽しい話ができましたね、佐々木さん。よかったです。はい、知りたかったこと知れたので、でもだんだん勉強になるんじゃないですか。そうですね。ね、だからもうまたちょっとランクアップしてね、いろんなことをね、覚えていただければなと思います。はい、なので、今日の、話はここまでということで、はい、今日は帽子の話しなくていいんですか？あ、今日帽子ね、これ、まあ、何気なしに帽子かぶってるけど、まあ、いつも違うんだよね。今日はちょっとイメージはね、ないです。ないです。はい、イメージ全然ないです。なるほど。はい、こんな感じで来ました。おしゃれですね。いや、おしゃれかどうか、服装に今日合ってて、色がね。あ、本当ですか？はい、ありがとうございます。褒めていただいたの2回目。小田さん好きなんで。あ、ありがとうございます。はい。はい、好きだったらもっと調べてください。よろしくお願いします。はい、お願いします、はい。今日はこれでした。はい。ではまた、いつものやつ、はい、いきますか、最後に。はい、頑張ります。はい、頑張らなくてもできます。いきます。3、2、1、やりました。炊飯器、じゃあ。